ジャニコロから望むローマのパノラマガリバレディ広場毎日、正午に発砲される霊峰パオラの泉パオラの泉、ジャニコロ、ヤニクルムは、ローマにある丘。現代のローマ79の一つ。ローマ地域のテベレ川西岸にある高地で、バチカンの丘の南にあたる。トラステベレの一部として扱われるケースもあれば、トラステベレとは別に扱われるケースもある。別に扱われる場合、 トラステベレの中心市街から見ると、北か西にあたる。逆に古代においてはトラステベレもこの丘と同じく、ヤニクルムと呼ばれていた。高さが88メートルあり、ローマ市内を一望のもとに見渡せる展望スポットとしても知られる。王政ローマの沼ポンピリウス王の墓でもあると言われ、古くからローマの一部ではあったが、完全に壁内の土地となるには、 ウルバノス発生によるジャニコレン市城壁の建設まで待たねばならなかった。古代には海までの道が通っていたらしい。ウィッテリアという名前の道路がこの丘から発して海まで続いてたというが、この道に関する資料はほとんど残っていない。ローマ方位線においてはこの丘もエトルリアに占領されたことがある。ローマに水車が普及し始めたのは4世紀頃だが、 550年の記録によれば、当時のローマの水車はすべてこの丘で集中して管理されていたという。ペトロ純教の地とされており、それを記念して、サンピエトロイン、モントリオ教会が建てられている。見どころとしては他にビラ・ファルネジーナ、ジュゼッペ・ガリバルディの像がある。ガリバルディ広場、パオラの泉がある。アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリュウス・エスクイリヌス・パラティヌス。 クイリナリス・ウィメナリス紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む国天線はセルウィウス城壁。ありがとうございます。